小アンティル諸島の一小アンティル諸島はカリブ海の東端から東南端にかけて分布する諸島。西インド諸島に属するアンティル諸島の一部である。カリブ海と大西洋の境界となっている。小アンティル諸島北部のリーワード諸島と南部のウィンドワード諸島、南西部のリーワードアンティル諸島に分けられる。リーワード諸島とウィンドワード諸島はカリブ海の東園に位置しており、これらの地域は 東カリブと呼ばれることもある。ディーワードアンティル諸島は南米大陸沿辺部に分布している。諸島は北緯10度から20度にかけて分布し、熱帯性の気候を有する。南アメリカプレートとカリブプレートの接する沈み込み帯の影響により形成された古城列島であり、火山島が多い。1902年に火災流により約3万人の犠牲者を出したことで知られる。 プレイヤマ、20世紀後半以降に、活発な噴火が続いているスーフリエールヒルズ、ショーアンティル諸島最高峰である、バステール島のスフリエール山、700系3146兆7千億千億、1467メートル、グアドループ、スフリエール式火災流のモデルとなった、セントビンセント島のスフリエール山などがある。諸島には小規模な島が多い。最大の島は、 トリニダードトバゴのトリニダード島である。ショーアンティル諸島は8つの小規模な独立国とヨーロッパ諸国の海外領土で構成されている。ショーアンティル諸島には以下の8つの独立国がある。8つの独立国中最大の面積を持つのはトリニダードトバゴであり、最小のセントクリストファーネービスは世界で8番目に小さな独立国である。いずれも小規模な国家であり、 国際連合による小島諸開発途上国のリストに8カ国とも含まれている。欧米諸国のうち、イギリス、フランス、オランダ王国、アメリカ合衆国がその主権下の海外領土を持っており、自治領、海外権などとして位置づけられている。X、カリコム、ACS の加盟国小アンティル諸島地域の国家の政府間組織としては、1981年に、 設立された東カリブ諸国機構があり、6つの独立国と3つの地域が加盟している。X では東カリブ中央銀行によって東カリブドルが発行されている。より広い地域も含めた組織としてはカリブ諸国連合や経済協力機関であるカリブ共同体などがあり、加盟国の多くは重複している。1982年には7カ国が 安全保障協定として、地域安全保障システムを結んでいる。ヨーロッパ諸国の海外領土のいくつかは、欧州連合加盟国の特別領域に位置づけられている。アメリカ合衆国ドルアメリカ領、バージン諸島、イギリス領、バージン諸島、シント・マールテン、ボネール、シント・ユース・タティウス及びサバ・東カリブドル・アンギラ、アンティグ・アバー・ブーダ、グレナダ、セント・クリストファー・ネービス。 セントルシア、セントヴィンセントグレナディーン、ドミニカ国、モントセラト。アメリカ合衆国ドルトップエッグ。バルバドスドルバルバドス。アメリカ合衆国ドルトップエッグ。アンティルギルダー・シント・マールテン、キュラソー。アメリカ合衆国ドルトップエッグ。ユーログ・アドループ、マルティニーク、サン・マルタン、サン・バルテルミー・アルバ・フロリン・アルバ。アメリカ合衆国ドルトップエッグ。 トリニダードトバゴドルトリニダードトバゴウィキメディア、コモンズには、小アンティル諸島に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。